ベジエリキは高い素早さから高威力の電気技が使えてめっちゃ強いんですが、地面タイプによく交代されて何もできなくなりがちです。そこで僕思ったんですよ。ベジエリキを見て地面タイプに交代してくるのなら、その性質を利用して地面タイプに狙いの的を渡したら強いんじゃねと。この狙いの的は持たせたポケモンのタイプ相性を無視する効果があり、地面タイプだとしても電気技が等倍で当たるようになります。これをベジエリキに化けたゾロワークで、この地面タイプにトリックでそれを渡してベジエリキで全抜きしようかなと思います。では早速対戦の方へ行きましょう。皆さん、相手のパーティーを見てください。なんとランドロスがいます。これはレジエリキ出すしかありませんね。ただ今回はこの地面タイプのポケモンをレジエリキでカモるということをテーマにしているんですが、この機能ガスタであったり無限ダイナ、こいつらは一切考慮してないんで、特に無限ダイナが出てきた瞬間勝負が終わる可能性が出てきます。いや、まあ僕のパーティー近でおらんからグラードンと無限ダイナできれば出してほしくないですね。さあ、選出はゾロワークを先出発に。で、コネオザルはまああくまでもガスタ対策として出しながら、最終的にレジエレキを添えることにより、ゾロワークがイリュージョンによってエレキに化けることができます。さあ、対戦よろしくお願いします。無敵星々 めちゃくちゃ中二臭い名前ですね。かっこいい。来た おやおや、ノーノート、ランドロスさん、来ちゃったねー じゃあ、ここは、トリックから入らせていただきましょうか。今回のゾロワークは、相手が仮にスカーフ持ってたとしても、スカーフランドの自信を攻撃特化だったとしても確定で耐えるように調整しています。ゾロワークはそれぐらい耐久振らないと、ランドロスの自信でも倒されてしまう雑魚ポケモンなんです。さあ、相手さん、居座ったのがもう、運の尽きですね。さあ、狙いの的を渡し。なるほど。突撃直帰型か。これは、ありがたいですね。さあ、相手は交代読みで、トンボ返りを打ってきましたが、残念ながら、それをすることは読めているぜ。え、これ、グラドンか？ああ、よかった もう、これで、ランドロスとグラードンの地面、2体選出されてたら、間違いなく、負けてたんで、ここでヒードランが出てきてくれたことありがたいな 火に剥がれる着物、確かに。まあ、今見たらヒードランだなって納得はするけどさ これパッと見グラードンでも全然、なんだ違和感ないよな。さあ、ゾロワークは突撃直帰を持ったことにより、ヒードランラスターカノンをなんとか耐えることができました。で、これ何が嬉しいかっていうと、ここでもう一回恨みつらみを打つことにより、これで HD ベースのヒードランのレジエレキの10万ボルトで角位置圏内にこの瞬間持っていくことができるので、めちゃくちゃ仕事した。ランドロスに狙いの的を渡し、そしてヒードランの HP を削ることができた。これはもう絶好のレジエレキ日和です。では、レジエレキでビリビリしびれを見せつけていきましょう。10万ボルトで。さあ、レジエレキ特製トランジスタで電気技の威力を 1.5 倍にして繰り出すことができます。そして電気テラスタルにより電気タイプの技の威力が2倍、こだわりメガネでさらに特攻が 1.5 倍ということで、なんと10万ボルトの威力が 4.5 倍に跳ね上がります。もうこの数値を聞く分にはなかなかに気持ち悪いですよね。なので、どんだけ耐久が高いヒードランであったとしても、残念ながら受けることはできません。たとえ HD であってもな。さあ、引っ込めた。ここランドロス来るかな。来たさあ、本来であればレジエレキの10万ボルトをランドロスは無効にすることができますが、残念。狙いの的で地面タイプにも10万ボルトが効くようになります。いやー、気持ちいい。しかもランドロス、地面タイプが実質なくなることによって、飛行弱点をついて倒すことができるっていうのも、めちゃくちゃ強いんですよね。
さあもう地面タイプで防げるのはグラードンしかいないが、ここでヒートラン出すっていうことはおそらくいないんでしょうね。でドランをここでわざと出してくるってことは、多分後ろ気のガスタじゃないな、エースバンじゃないか。多分キノガスだったら助けで耐えて、種マシンガンプラスマハパンチでエレキ倒すことができるから、まあ、エースバンでしょうね。さあ、ヒートランもこれで一撃で粉砕をし、あとは、エースバンの不意打ちを耐えて勝ちですね。わからん。キノガスタなんかーいまあ、10万ボルトでいいでしょう。ってことは、気合のタスキを持ってないってことなのかな。命の玉とかその辺がありえそうですねタスキあったまあいいんです。ここまで削り切ることができれば、あとは僕の後ろに控えているかわいいかわいい怒り猿でフンドの拳を打って勝ちですね。っていうことで皆さんいかがでしょうか。このレジエレキはね、この10万ボルトとか電気技を基本的に打つことしかできないんで、地面タイプのポケモンは呼びがちなんですよね。それに対して、こう狙いの的を相手に押し付けることにより、地面タイプにもこれで電気技が一貫できるような形に作ることができ、あとは高火力の10万ボルトを相手に押し付けて勝っていくという、そういう構築でした。さあ、相手を草テラスタル切ってくれたんで、まあ、ここはフンドの拳打って勝ちですね。ちょっとノーマルテラスタル来たら、ああ、怖ってなったけど。まあ、キノガスタでノーマルテラスタルは見たことがないんで、これで勝ち！対戦、ありがとうございました。いや、相手さん、トレーラーネームは無敵と、そんなかっこいい名前を作ってるのに、新しい天敵が出てきてしまって、プライドズタボトですね。皆さん、相手のパーティー見てください。なんと一番下に仮想敵であるガチグマがいます。そして今回は僕のパーティー、まあ、レジエレキがいるんでガチグマは出てくること確定でしょう。ただ先発に出てくるっていうよりはレジエレキを確認次第後出しで出してくるパターンが全然ありえそうなんで、ここはオーソドックスに初手からゾロワークでいいでしょう。で、多分、先発、ウーラオスか、月光があたりとかで来ると思うんで、人類読みでね。なので、おそらく、このゾロワーク、トリックが刺さるんじゃないかなと、思います。何？エースバンからだと？しかし皆さん、安心してください。確かにエースバンは早いポケモンですが、エレキよりは遅いんです。つまりここは、あー、トンボ返りから来んの。まあ、交代してくることは間違いないなと思ったけど、うわー、ちょっとこれエースバンね、こだわりスカーフ持ってる可能性が結構高いですね。で、ここは多分、ゾロワークっていうことがバレたとしても、ガチグマ出してくると思います。恨みつらみをノーマルタイプで透かすことができるんで。だよね。あ、よかった、そっちのクマが来てくれて。じゃあ、君に狙いの的を渡すよ。で、とりあえずガチグマに電気タイプの技が通るようになったんで、そこまでは悪くはないんですが、エースバーンがエレキに対して超強気で、トンボ返りを打ってきたんで、可能性としてこだわりスカーフの可能性高いんですよ。で、相手がスカーフ持ってると、エレキ抜かすことができるんで、それが結構、まずいな、という状態になってるんですよね。まあ、ここは一回、まあ、恨みつらみ言ってもいいですけど、トンボ返りでいいです。一応余談ではありますが、ガチグマにもこれでノーマルタイプで本来は恨みつらみを無効化することができるんですが、恨みつらみを一応出すことはできます。ただ今回まだゾロワークは温存しておくべきで、一番の優先順位がここでリンルーでステージ速攻をばらまいて月光河のタスキを潰していくのが強いと思います。なのでまあガチグマは最低限とりあえずちょっとだけダメージ入れて、レジエレキの10万ボルト圏内まで持っていくぐらいで十分だと思います。なので、ここでステロばらまいて、カタストを1回入れて、それで繋げていく感じでいきましょう。何まあ、ビルドアップ
ークは別にいいかな。とりあえずここでカタストロフィーを当ててくれたらそれで OK。 OK、 ここまで削れたらもうあとは吹き飛ばしをして、多分これ全回復しないでしょ。あ、ちょうどいいぐらいやな。オッケー、じゃあこれで吹き飛ばしをすることによって、はい、この HP であればレジエリキで10万ボルトで一撃で倒せる圏内だと思いますので、あとは3匹目を見たかったな。いや、エース版次第なんだよな、ここマジで。相手がスカーフを持ってたら火炎ボールは気合でかわしましょう。全てはそれにかかっている。じゃあディンルーはよく頑張ってくれたんで、ここで自身で退場していただきましょう。さあゲームを始めよう。ここはまずは普通の10万ボルトからいきます。相手がこれで先制取ってきたらもう何も言えなくなっちゃうんで、最後の最後まで照らしたら隠していく感じで、でさすがにエースバーンであればうぇぇ、まあ、テラスタル切らなくても10万ボルトで角位置取れるんで問題はなし。 OK じゃん。これスカーフじゃなかった、めっちゃでかいぞ。さあガチグマがここへ出てきてしまいますが、すでに狙いの的をお手元にございますので、地面タイプで残念ながら電気を遮断することができません。まあ電気を半減で受けるテラスタルが来たらまた話は変わるんだがな。いやマジでさ、これ気持ちよすぎるな。いやもう何も無効化されることなく、この10万ボルトで相手を叩きつけていくという快感がマジで凄まじすぎる。さあサンダーもこれはもう電気テラスタルだったとしても多分後ろのゾロワーク込みでご利用して勝てると思います。 OK、 対戦ありがとうございました。いや、やるやん、今回の構築。強っ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。いかがだったでしょうか？実は今回の戦術、ソードシールドでも、すでに使われていた戦術で、まあ、結構、当初からも、この、ダンドロスをはめることに特化した、構築として誕生したんですが、まあ、今回はランドロスっていうよりは、ガチグマに対してめちゃくちゃ刺さったなっていう印象が結構大きかったなと思ってます。まあこれはすべて最近 YouTuber の方々がガチグマの動画よく出してたんで、それが影響でカジュアルバトルでもガチグマの数が増えたということで、非常にかもりやすくて楽しかったです。まあこれからもこれ YouTuber がこぞって使ったポケモンたちに対してなんかメタレルポケモンとかを使ってこれからも動画を出していこうかなと思ってますので、もし逆張りオタクだぞっていう方いらっしゃればぜひ僕のチャンネルをこれからも見ていただけると嬉しいです。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。